皆さんこんばんは、ライフです。今日からですね、氷祭りの、準備ということで、帯広の緑ヶ湖公園からお届けしております。はい、ということで、いよいよ世界最終予選スタートということで、新型コロナウイルスの影響で、開催の方ですね、心配しておりましたが、予定通りでですね、開催されるかという形になっております。日本代表ですね、男子、ところジュニアですね、フィンランド、ロホヤ入っております。ジュニア B 選手権の方も、出場しておりまして、そのままですね、フィンランドに残って、この大会に臨むという形になっております。でジュニアの方がですね、途中コロナの発生により、中止という形になってしまいましたが、非常に、ところジュニアの皆さんですね、素晴らしい戦いしておりましたので、今大会もですね、今度は一般という形になりますが、皆さん、期待しているんじゃないかなと思います。で女子の方がですね、世界選手権の枠すでに持っておりますので、今大会、日本の女子は出場せずに3月世界選手権日本代表中部電力が、そのまま出場するということが、決まっております。でところジュニアはですね、今大会昨年12月にやった日本代表選考会で勝利しての、今大会、出場という形に、なっております。今大会は、フィンランド、カーリングの方で YouTube 配信が、ありそうですが、そちらの配信、見ながらですね、こちらのチャンネルの方でも応援解説という形で、また作戦ボードを使いながらですね、応援させていただきたいなと、思っております。もしですね、配信が日本代表の映像がなかったとしてもですね、また、試合速報という形で皆さんとところジュニアの様子を、追っていきたいなと、思います。またぜひですね、一緒に応援していただければなと思います。非常にフィンランドの方も、コロナの新規感染者数、多いということもありますし、今大会男子も女子も8チーム出場という予定だったんですけれども、男女1チームずつですね、渡航の問題で出場できないという形に、なっております。非常にそちらの新型コロナウイルスの状況も心配ではありますが、無事大会が開催されて世界選手権の、切符を、掴んでもらいたいなと、祈っております。ということで、スケジュールなど、情報の方ですね、ブログの方にもまとめてますので、もしよければですね、そちらの方も、概要欄から、飛びますので、よければ、ご覧ください。ということで、寒いのでそろそろ、帰りたいと思います。バイバイ。はい、せっかくなのでリンクの様子も、お伝えしたいと思います。今日はですね、帯広カーリング協会の皆さんたくさん集まりまして、こんな感じで、木の枠をつけて、でそこの上にシートをかぶせるということで、結構全長30メートルちょっとの、立派なリンク、できる予定です。明日からここに、水をまいていきます。